Ichigoh Ramen is in Dallas. We consider ourselves one of the very few ramen shops that is run by Japanese, that also knows about ramen. We are trying to serve what Japanese-style ramen is here in Deep Ellum.こんにちは、まきよです。今日は私がダラスで一番美味しいと思うラーメン、Ichigohラーメンにやってきました。私のインスタグラムをフォローしてくださっている方はお分かりの通り、週に1回はこちらのラーメン店を訪れているぐらい私大好きなんです。なんでフォローされている方はまた食べてるのって思われるかもしれませんが、本当に美味しいんです。そして今回なんとIchigohラーメンさんのご協力のもと、素敵な SNS キャンペーンも企画できることになりました。その詳細はこのビデオの最後にお伝えするので、ぜひ最後まで見てください。そしてこちらのチャンネル登録、いいねボタンも忘れずに押してくださいね。以前グレイスと行くクラフトビールが飲めるお店、ディープエラムブルーリーカンパニーというビデオを公開させていただきましたが、そこからも徒歩5分ぐらいととても近いです。全部で6種類あります。でこれスープなしのラーメンも2種類用意されています。いろんなものがありますが、2種類はビーガンとして野菜醤油、リンゴフェンネル塩を用意されています。もう全部制覇して食べましたけれども、どれも本当に特徴的な味ですごく美味しいです。でこちらではメインとして鶏白湯を扱っています。アメリカのほとんどのラーメン屋さんって結構豚骨ベースのラーメンが多くて、鶏白湯って割と最近アメリカに出てきたかなという感じのニューカマーっていう感じですかね。焼き餅、唐揚げ、ししとう揚げ、季節のきのこバターなど、どれも日本と変わらない味。むしろそれ以上に美味しい前菜がいただけます。例えば、ナス田楽一つとっても、味噌に隠し味でブルーベリーを使っていたりと、オーナーのこだわりが満載です。今回は中でもおすすめの牛タンのたたきをいただきます。目で見てわかるほどの脂がしっかり乗ったジューシーさ、口の中でとろけます。味付けは山椒ベースの香辛料。これを食べれば一層ラーメンを食べる準備は万端です。まずはリンゴフェンネル塩ラーメン。メニューの中でも異彩を放っていたリンゴとフェンネルの奇妙な掛け合わせ、お店のオリジナルテイストということで、おそらく他のお店にはないと思います。フェンネルは一般的に独特の苦味を持つ野菜ですが、不思議なことにこのゴールデンスープと合わさると、その苦味が良い感じに惹かれていて苦く感じません。すごいあっさり。みじん切りになったフェンネルの歯ごたえを感じながらスープを一緒に飲むと、これまた美味しい。リンゴは酢漬けしているので、麺と一緒に食べると鼻からスッと爽やかな香りが抜けていく感じがあり、爽快感。このバランスは絶妙です。続いて鶏白湯ラーメン。毎日11時間近く煮込んで作られる鶏白湯のスープ、白く濁っていますが、コーンスープほどドロッとはしていません。チャーシューに見えているのはチキンブレストで、豚肉と一緒に煮込んだ結果、パサパサせず柔らかくなっています。麺は北海道札幌市の西山製麺を使用。縮れ麺がスープや具材とうまく絡み合ってくれます。いちごラーメンの素晴らしさは、やはり徹底しただし作り。見た目からは想像できないほどの旨味が凝縮されている一方で、食べても口の中にはすっきりとした清涼感が残り、病みつきに。いつもは食べるのが遅い私でも10分ほどで完食してしまいました。オーナーによると、スープは研究に研究を重ね、こだわりポイントがたくさん。例えば他のお店では使いがちなしいたけを使用せず、わざわざ取り寄せている北海道羅臼昆布を使い、はっきりとその旨味が染み出ています。また他にも秘密をこっそり教えてもらいました。気になる方は直接オーナーに尋ねてみてくださいね。伊藤譲二と申します。ラーメンはもう10年以上やってるんですけど、飲食業はまあそれ以上にもちろんもう30年以上やってます。テキサスでやった方がまあ自分たちにとってはその儲けするっていうよりかは日本の文化とか食文化、ラーメン文化を紹介していくっていうのがミッションなので、それでテキサスに行ったんです。でダラスで、自分たちのそのブランドを、立ち上げたいと思って、でIchigohラーメンという名前でこちらでやらさせていただいてます。That ramens have 5 components. And so the first component is the soup. The second one is the tare, which is the seasoning that goes into it. So it could be shio, which is salt. It could also be shoyu, which is soy sauce, and it could also be miso, which is miso paste. Or it could be other things too, but whatever is adding is giving it that flavor is the second component. Third component is the noodles, and then you have the fourth component is the toppings that go on top of it, and then the fifth component is the oil. And every bowl of ramen needs to have a certain ratio proportion of oil to help to balance it out. So most of the ramen places that we've researched, they either put too much in, like you can get a tonkotsu ramen and it's like you have 1 inch thick oil floating on the top, which is way too much, or they don't put any oil in at all, and then it makes it very, very light, too light, or it doesn't give it enough balance and substance. Ramen は何でもいいと思っちゃう方もいて、でラーメンっていうものは。やっぱりラーメンという麺として見なされるためには絶対乾水を使ってないといけないんですよね。でアメリカは、自分たちでもし作ってた場合なんかは乾水がなかなか手に入らないんですよ、難しくて。でとにかくでも乾水を使うことによって、中に入っている例えば卵とかそれからあと小麦粉が乾水と化学反応を起こして、それでラーメンのその香りとか色合いとかそういうのが出るので、だから、ちゃんとしたそのラーメンの麺を使わないと本当のラーメンにはならないということですね。まあ例えばおそばとか、そういう違うものを使ってもチャイニーズヌードルとかそういうのだとは、やっぱりラーメンじゃないので、だから日本でもそうなってくるとそばとか違う呼び方になっちゃうんですけど、スープっていうか全体のバランス、ラーメンの麺とスープの量のバランスがちゃんとなってないと、ラーメンじゃなくなっちゃうんですよね。だからよくみんな間違えるのはスープをすごい量を減らすか麺を異常に多く入れてしまうかっていうこと。そうすると我々日本人からしてみると麺がもうどんどん振り上げていって増えていって、スープがなくなってなんかラーメンじゃないよねっていうふうになっちゃう。そこがもう皆さんが注意ですね。変わらないためには常に変わらなきゃいけないという言葉があって、でその作りながら微調整していかないといけないんですよ。だからうちらはもう常にその毎日調整していって、で同じ味が出せるように努力しているのがすごいです。Please come down and give us a try, and I think you will be very pleased with what you're going to experience.今回Ichigohラーメンさんのご協力のもと SNS キャンペーンを開催します。ではその条件をお伝えします。インスタグラムでIchigohラーメンをフォローしよう。 YouTube で ExcuseMeDallas をフォローしよう。お会計時に店員さんにインスタグラムでIchigohラーメンをフォローしたこと、 YouTube で ExcuseMeDallas をフォローしたことをご提示ください。今だけラーメン1杯につき$2オフになります。期間は2019年10月31日までの数量限定。期間前に企画終了の際は各 SNS より発信させていただきます。ぜひこの機会をお見逃しなく。Ichigohラーメン、毎度のことながら本当に美味しくいただきました。まさにこれが1円のラーメンです。在住している方以外にも、例えば旅行とか出張でいらっしゃる方にもぜひ食べてほしいラーメンとなっています。ぜひ皆さん食べに来てください。それではこちらの動画がいいねと思った方は赤いマークのチャンネル登録、それからいいねボタンも忘れずにお願いします。私の SNS でも発信しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。